よく聞いてくださいお嬢さん。炭とダイヤモンド、この似ても似つかぬ2つのもの、実は全く同じ元素からできてるんです。ははは、ご冗談を。いやいや、ご冗談ではございません。確かに炭は黒いし、ダイヤモンドは透明。炭はもろくて、ダイヤモンドは硬い。ダイヤモンドは自然界では一番硬い物質ですし。でも2つとも原料は炭素なんです。炭が炭素ってのはなんとなくわかります。ダイヤモンドも炭素なんです。同素体ってやつですな。もう一つおまけに、これも同素体。鉛筆じゃん。そう、鉛筆の芯には黒鉛が使われています。柔らかい炭みたいな感じ。これも炭素の同素体の一つ。まあつまり炭、黒鉛、ダイヤモンドは皆炭素原子でできた同素体ってわけ。でもこの3つが同じだなんてどうして言えるわけ？それこそが科学の進歩ってもんですよお嬢さん。話は人類が火を手に入れた瞬間まで遡る。人類が炭素を手にしたのはおそらくその時から。要は炭としてですな。そしてダイヤモンドも黒鉛も遥か昔から人類のそばにはあった。でもこれらが同じものだと分かったのはつい最近、18世紀のお話。お、周期表のあけぼのの時代じゃないですか。そう、まさにメンデレーエフやラボアジェをはじめとする科学者が、このいろいろなものが実は同じ炭素問題に取り組んでいたんです。ほう。で、ダイヤモンドが炭と同じってことを証明したのは、そうした科学者の一人、ジェイムズ・スミッソン・テナント。テナントは何をしたと思います？いやー、テナントわかりません。わかりにくいダジャレですね。テナントはダイヤモンドを何？燃やしたんです。はぁ、ダイヤが燃えるわけないじゃん。いいえ、燃えるんです。じゃあこれを見てください。これはダイヤモンドを電熱線で熱しているところ。ほう。しばらく熱して高温になると、お、燃えた。そう、ダイヤモンドは燃えるんです。で、テナントがやったのはもっと原始的な方法ですが、同じようにダイヤモンドを燃焼させたわけで、その時生じる気体が二酸化炭素だけってことを発見。炭を燃やすと二酸化炭素ができるのは分かっていたから、これでダイヤモンドと炭が同じ炭素でできていることが分かったってわけ。